フィンランド共和国大統領は、フィンランドの国家元主たる大統領を、反大統領制であるフィンランドにおいては、大統領は、内閣とともに、行政権を行使する。フィンランド内戦後の1919 19年に、新たな憲法が定められ、大統領職が設置された。1980年代以降は、大統領の権限が縮小され、議員内閣制への移行が図られ、 選出法も間接選挙から直接選挙となった。大統領は国民の直接選挙によって選出され、1回目の投票で過半数の票を得る候補者がいない場合、上位2名による決選投票が行われる。候補者は18歳以上の、生来のフィンランド国民に限られ、国会に議席を有する政党もしくは2万人以上の有権者団体によって候補に推薦される。 任期は6年間で1回のみ再選可能。国会議員との兼職はできない。非常時の代理が必要な場合については首相が行う。大統領はエドスクンタで選出された首相を任命する。また大臣についても首相の指名に基づき任命を行う。国家公務員や外交官の任命権も大統領の職責である。この他、 いくつかの布告権を持ち、法の承認と特命議会の招集を行うことができる。大統領は議会が可決した法案に対して拒否権を有しているが、議会はこの決定を覆すことができる。外交については内閣と協力しつつ、大統領が行う。また、大統領はフィンランド国防軍の最高司令官であり、主幹の任免権を有する。軍の動員については、 内閣の提案により大統領が行う。首都ヘルシンキにある大統領宮殿、ありがとうございます。